はい、今回の動画ですが、ゲーム紹介というよりは、まあゲーム全般の話を思いついたことを喋っていきますと。タイトルから言うと、なぜ日本でローグライクが流行っていないのか、この原因を3つ考えてみたので、今回はそれを紹介します。この3つですが、新作が少ない、言語の壁、それから、まあそもそもジャンルの認識が違っている感じがする。この3点紹介します。まず注意点として、 この動画でのローグライクという言葉は伝統的ローグライクという、まあ、狭いというか厳密な意味で使っています。ランダム要素あり、まあ、死んだら終わりという要素だけではなく、ターン性ダンジョンクローラー、グリッドベース、メタプログレッションなしという古いゲームの意味で使っています。まあこのチャンネルはメインとしては、ね、そういうローグライクを扱っているのと、あとどっちかというとサバイバル系よりはダンジョン系が得意と。それからもう一点、 タイトルで日本と書きましたが、当然他の国でも流行っていないケースはあると思います。今回ざっくりと日本と英語圏度、その違いを喋っていきます。はい、という感じでまず1点目ですが、流行りというか話題になりにくい原因として、新作が少ないがあると思います。ないわけではないが、他ジャンルと比べて少ないのと、まあ、新作があっても埋もれがちな感じが。現在 Steam の伝統的ロゴライクの名作っていうと、Steam で発表して、 で、そこで話題というよりは、もう Steam 来る前に何十年も開発が続いてて、もともとゲームが完成していて、ユーザーがいたゲーム、まあフリーのゲームですけど、そういった歴史あるタイトルが、まあトップを独占というか、覇権を握ってる感じです。10年以上前のゲームが普通に現役で、もうみんながそれを数千時間遊んでる、そんな感じです。なんか最近出てきた新しめな個人開発インディーズが、まあポンって参入して成功する例が少ないんですね。もちろんいいゲームはありますが、 最近の傾向としては、長いゲームよりは、短いゲーム、カジュアル系とか、海外では、コーヒーブレイクローグライクとか、そういう名前があります。そう、難しいローグライクはやっぱり一周が6時間以上かかりますが、このタイムというか、ゲーム全体が短い感じが、まあ最近の傾向としてあると思います。対策よりは、短いゲームで周回させるデザイン。まあこれはこれで素晴らしいですが、やっぱり、あの、クラシックなゲームである、ネットハックとか、 ダンョンクロールとか、テールズオブとか、まあ、ああいう深さがないわけで、まあ、新規参入が難しいジャンルです。作る側だけでなく、新規プレイヤーも入りづらく、人口が増えづらいですね。まあ、なかなか難しい問題ではあります。VTuber とか、芸能人とか絶対入ってこないですから、まあ、そのおかげで、まあ、自分がここにいるわけですけど、まあ、動画作る側としては、有利ですけど、ちょっと複雑な気もします。それから二つ目ですが、言語の壁がある。おそらく、ローグライクは、 個人開発か少数制約かのチームなんで、ローカライズまでなかなか予算がないえ、という気がします。古いゲームはそもそも日本語化できないケースもあったり、そういった仕様の問題もあります。まあ現在は Google 翻訳や DeepL があるので、それを使った仮のローカライズがあるケースも出てきましたが、まあ質は低いですよね。まあ中には機械翻訳ではなく、ちゃんと日本語版があっても、ちょっと癖があるというか、あのアイテムやスキル名が英語と違っていて混乱するゲームもありますが、それは別の問題で。 言語に関しては、プレイする側も、まあ、ある種の諦めというか、よく海外ゲームで、ストーリーないから、英語わかんなくても大丈夫とか、そういう話がありますよね。あと自分が知ってる範囲では、多分ローグライクとか難しいゲームとかは、もう英語はみんな、これぐらい読めるよね、えー。という感じの前提とか、暗黙の了解がある気がします。うん、ゲームのチャットや攻略ウィキは日本語でも、ゲーム本体はずっと英語というパターンがあって、でもそれで回っていくんですよね。 ちょっと話はずれますが、の昔のパスオ s of e x i とか、あれ外部ツールを使って、まあ、海外の情報を取っていくのが当たり前で、まあ、英語話せなくても読めるのは前提でしたね。多分現在でも DCSS はそんな感じで、もう最新版についていくには英語は必須と。という問題があるんですけど、それを問題として認識しないというか、もうそれが習慣とか当たり前になっているので、だから日本人でも英語でいいじゃんという感じがあって、そうするとローカーズもなくていい、 その結果人が入ってこないという悪循環があるかもしれない。まあ、翻訳に関しては、これから AI とか自動化ツールが出てきて、多分精度も上がっていくと思うので、時間の問題かもしれないですが、最後の課題は、ロアーですよね。そのゲームの世界観というか、その背景、ストーリーを翻訳する。まあ、機械翻訳でも、ゲームのルールとか説明とかはできると思うんですけど、やっぱストーリーとか会話の文章の長いフレーズを文脈とか世界観を破綻させず、 翻訳する。これができるツールが多分ないと思うので、まあ、しばらく人間の仕事はなくならない気がしますね。で最後に、まあ、そもそもローグライクという認識がずれている気がする。日本では多分、ユーザーがやりたいのが、アイテム管理ですね。インベントリーマネジメントというか。しかし一方で、海外のローグライクの傾向としては、スキル性ゲームがあるので、そう、これが食い違っている可能性がある。やはり国内では、 ローグライクというよりは、不思議のダンジョン、ユーザーはそれを求めていて、一方で海外の、まあ、ネガティブレビューでは、クラッシュ以外の要因として、アイテム管理ゲームだと、そういう意見がありました。まあ、ここで言うアイテム管理とは、その何を使って何を残すとか、そういった選択ですね。で反対に、その海外勢というか、多分このチャンネルを見る人は、普段やってるのが海外ローグライクなんで、あの試練とは違って、あのディアブロライクを単成にした感じのゲーム。 ま、この表現も勘違いされやすいですけど、まあ、ローグが先にあったわけで、まあ、このリアルタイム版が、ま、ディアブロっぽいゲーム。で、こういったゲームは、まずクラスがあって、スキルツリーがあるので、まあ、プレイヤースキルプラス、ビルドゲーム、ね、という感じになってきます。まあ、あとランダムエンチャントもありますが、そう、レベルを上げてスキルを取っていくゲームなんで、一部のゲームでは、消耗品アイテムを、あえて実装しないパターンも出てきますね。そう、回復とかがスキルになってるので、薬草とかがないわけで。 ま、試練が削ぎ落とした、白ラとか、ビルドとか、いやそういった要素を海外ローグライクは持ってるんですけど、まあ、日本のユーザーはそれを求めてるわけではない、いやそういった可能性が考えられます。逆に海外から見ても、あの試練は全イローグライクなんで、まあ、もしかしたら別ジャンルという認識かもしれないです。まあ、やっぱり海外製のゲームは、アイテムよりはスキル性で、あとペースが速いですね。ダンゾンも結構形が凝ってます。あとブランチがあって、 公約する順番や目標があるので、まあ単純な99回同派とか、えー、そういうわけにはいかず、結構ゲーム性は違っていると思います。はい、そんな感じで今回は、なぜ日本でローグ老クが流行らないか、まあその勝手な予想を3点お話ししました。まあ新作少ない、言語の壁、まあ、それからまあ試練があるから、そもそも認識がずれていると、えー、という感じの話をしました。まあ日本が悪いとか、そういうわけではありませんが、まあ結構根が深い問題があると思います。 まあこのチャンネルもどっちかというと、ローグライクの定義はどうでもよくて、多分やりたいのはターン性で、あとスキル性であって、男女に潜っていく、その要素がでかいかなと思ってます、ね。この他に何か意見があれば、コメントまでお願いします。ね、それでは、かなりやろがお送りしました、ね。それから今回話したローグライクについては、この動画でまとめています。